はいどうも、サニショの鉄道です。パラノマスサイト続きからやっていきましょう。前回は、このシギマ・ハルエさんの、最終手段、塔のあやめとの対決の後の伝説が生まれたところまで見ましたけれども、今回は堤哲夫、塔のあやめとの、また、対決というかね、話し合い。結末って書かれてるけど、いよいよ終わりに近づいてるって感じなのかね。まあ、やっていきましょう。塔のあやめとあって全部はっきりさせる。そう決意する堤とエリオは捜索を続けていた。本所七不思議の呪い、聖マンとアシロの因縁は果たしてどのような結末を迎えるのかというところで始めていきましょう。オン。堤哲夫、午後6時台。隅田川。あ、もう会ってるんだね。よう。直接会うのは3年ぶりくらいか。一緒にしてたかよ。3年も会ってないのか。大学進学を決めた時に挨拶に来て以来か。ああ、でも一応そういう挨拶みたいなのあったんだね。その時も別に会いたくはなかったけど、学費を出してもらうから一応ね、義理は通したよと。おう、どいつもこいつも着せねえな、歯に絹を。ちゃんと一人で来た？ああ、一人だよ。身代金を受け渡しする誘拐犯みてえな呼び出し方しやがって。捕まりたくないもん。めっちゃ見られてる。全然一人じゃない。まさか、おめえの方から警察に電話してくるとはな。こっちも会う必要があったから。まあ、どう。ちょっと積もる話が積もりすぎてるんで、一個ずつ行こうや。いろいろ聞きたいことはあるけどな。なんだろうこれ。なんか落ちてるけど。あたりはすっかり日が暮れ始めている。長い長い一日も終わろうとしている。ねじまの予告はもう心配ねえが、まさかこんな展開になるとは。うん。どっかにいるんじゃないのか？なめどりないかな、なめどり。さすがにないか。3年ほど見ねえと、さすがに変わるな。雰囲気が大人びたっつうかよ。小さい頃は洋食屋のオムレースで口の周り汚しながら大喜びしてたのにな。って待て待て、その頃まで戻んねえと思い出がねえってことか。墓穴を掘ったな。ああ、そりゃ、恨むわな。まあな、仕事とはいえちょっとな。あるよな。一平聞きたいことあるが、母親のこと、気になるな。まずはこういうところから行こうか。あいつは、安子、どうしてる？お母さん？さあ、連絡してないから。私もずっと一人暮らしだし、そうなのか。むしろそっちの方が連絡してると思うけど、どうだった？っていうかさ、そもそも、塔のあやめが娘だってことを、ねじまふみちかは知ってたのかな？お前の娘にうんちゃらかんちゃらって言ったけど、あれはただの脅しだったのか、それともちゃんと面識があったのか。一方的にでもね、どうなんだろう。おや、今朝電話したな。保護するために。今日一日、おめえを探し回ってたはずだ。じゃあ、元気そうだね。私が警察に電話した後、ちゃんと連絡ついたって連絡した？ああ、してねえ！ああ。めっちゃ言われとるぞ。警察署に俺を名指しした電話があって、ここに一人で来いと呼び出せたわけだが、周囲に警官隊を配備するかと聞かれたが、それはやめてもらった。逃げ出す可能性はあるが、呪詛玉を持ってるなら刺激したくねえし、強引に取り押さえたくもんね。母親のこと。夜遊びとか多いって聞いたぜ。あんまり心配かけさすんじゃねえぞ。どの口がそれを言うんだか。うぐ。まずは心配しよう。人質になったこと。さっきは人質になったのに助けられなくてすまなかった。怪我ねえか。ほらね、そういうとこ。え？ん？なんで今更その話したの？最初に確認するもんじゃない。ぐー、ごめん。それは、私も心配よりも自分の都合が先なんだよね。確かに、その通りだったな。面目ね。ああ、堤さん、それは、ああ、責められてる。やっちまったな。責められとる。
私は大丈夫だよ。どうにか逃げられたから。そうか。それなら、よかった。はあ、はあ、はあ、はあ。ジョソ玉のこと。おめえ、ジョソ玉持ってるんだよな。あるけど。おとなしく手放す気はねえか。辞書にある殺傷もちゃんと警察で扱われる。それ以上罪を重ねる前によ。ないよ。そうか。今も貸主である俺の命を狙ってるってわけか。それが目的だもの。話し合いに来たわけじゃない。そうなんだ。そこまでの恨みを持たれてるのか。ベラベラ喋ってるけど、条件を満たしたら、すぐ使うからね。おお。まあまあ、それもどうなんだ。仕方ないのか。今いくつ持ってんだ、呪詛玉。三つだけど。そうか。一個足りないか。一個足りないな。やっぱり、置いてけぼりがないんだ。渡すつもりはないよ。そうか。何を願いたいんだ。お前はそこまでして蘇りの手術で何を望んでるんだ。言ってもわからないよ。どうせバカバカしいとか言って否定するに決まってるし。なことね。蘇りは無理でも一緒に埋め合わせる方法を考えることはできるかもしれねえし。葛飾北斎先生を蘇らせたいの。北斎。北斎、あの浮世絵の葛飾北斎を蘇らせる。東大でしょ。お前それ好きだとは聞いてるが、何をそんなバカなこと。お前ほら、ああ、やった。浮世絵のロマンに没頭してる時間だけが私の拠り所だったの。そんなこと気づいてもいなかっただろうけど、でも純粋に何のあれもなくただ蘇らせたいだけなのかな、北斎を。そうなのかな。そんな気もしてきたぞ。どうだったのか、思っても見なかった。それで救われたの。私が今も生きてるのは北斎先生のおかげ。ここまで追い詰めてたのかよ。今更気づくくらいだもんね。悔やんでも遅いよ。まあ、どっかのタイミングで自分が、ひょっとしたらこのねじまと何か関連があったのかって気づいてしまった可能性があって、そうなると、それでなくても、堤哲夫と安子の子供ではないんだみたいなところからの傷が、でだから自分に関心がないのかとか、そういうふうに思っていくっていうのは、まあ確かに考えられることだよな。それはまあ責任っていうふうに言っちゃうのはちょっとまあ簡単な言葉になっちゃうけど、まあ堤哲夫の問題と安子さん奥さんの問題でもあるっていう感じは、まあ確かにな。蘇りの秘術を聞いたときに、私の使命はこれだって思ったよ。これを果たしたらもういつ死んでもいいって。お前、そんなことを。結構思い詰めてんだな。ねじまのこと。もう担当職人に聞くがよ。ねじまをやったのは、お前か？これ本当にこの、あやめちゃんなのかな？だったらどうするの？なんかさ、ちょっと乗っ取られてましたとか、あるいは別の誰かがいましたとか、目を離した隙にとか、そういうことはないのかな。かくまってくれるの？え？それは、さすがに。だよね。仕事だけは真面目だもんね。はい、私がやりました。お前。あのとこ私が貸主だとは思ってもなかったみたい。塀に連れてかれて話してる間に条件を踏んだから使ってみたらいけた。話してる間、何を話したのだろうな。まさか発動するとは思ってなかった。だからもう後には引けないの。なことはねえ。罪を重ねる前にやり直せる。じゃあ言い方を変える。このチャンスを逃したくない。チャンスかよ。ねじまのやつ、何かお前に言ってなかったか？お前に。あなたの悪口な、たくさん言ってたけど。おうおうおう、まあ、そうだろうな。だから私も負けないくらい言ってやった悪口。よしゃねえな。ここに関しては少し意気投合できたかも。いや、ダメだろ、今日は簡単ぞ。ダメだ、意気投合だ、それ。でも私も殺人犯だから、もう、似たようなものじゃない？え
攻めてくるね。そこはお前ちょっと違うだろうがよ、お前それはよ。違うの？うーん、もう違うねか。ほんと正直だな。うう、俺はよくわからねえんだが、世の父親ってのはよ、は？子供が罪を犯したなら、かくまうもんなのか？さあ、知らないよ。そちらが詳しいでしょ？専門家なんだから。そういう事例。おー。身代わりになろうとしたり、隠蔽の手伝いをしたりする親は、まあ、いるの。としては間違ってるが、親としては、それが正しいのか？わかんない。でもそういう父親なら、もし間違いを犯した時でも相談しやすいだろうなとは思うけど。何があっても、親だけは自分の味方だっていう安心感。そうか、それが味方な。そりゃ、俺には無理だな。いいよ、別にそんな期待してないし。まあまあまあ、刑事であるっていうのはね、結構大きなことだしな。どっちが正しいっていうのはなかなか言えない問題だな。根島は本当に何も言ってこなかったか。別に。言ってこなかったのかな。知らなかったのか知ってたのか。知ってるはずなんだよな、でもな。娘を脅すっていうことをやるってことは。言ってたんじゃないのかな。お守り。ちょっと確認してんだけど、白石道夫の持ってたお守りってのに心当たりはねえか？白石？波かきって男と車に乗って事故を起こした時のやつだ。ああ、ゆうたろうくんの、波太郎くんの、あったあった。波太郎くん？おめえ、あれか。やっぱりあの男とは、そういう、そういう、なみなみならぬ関係で、あるのか。別に、つまんない人だったし。おー、なに？そうなのか。でもあいつが言うには、あー、話がずれてる、スリさん。お守り、お守りよー。こうなるとあの人、頼りにならないなー。まあもう、会うつもりもねえならそれでいいんだが。いや、ひき逃げの事件の件でも、おめえには、いろいろと、来たかったのはそんなことなの？ああ、いや、そうじゃねえ、今、お守りだ、お守り。お前が現場から持ってたのか？俺のこと？あったー、これだ！現場に落ちてたの拾っちゃって、指紋がついたから持ってきちゃった。なるほど、そういう理由か？それだけか？本当に、それだけの理由なんだな？何それ？そんな特別なものなの？これ。ああ、必要なものなんだ。渡してもらっていいか？必要なもの？何なの？今発生している七不思議の呪いを解くために必要、言っていいのかそれ。え？じゃあこれ渡したら手術が使えなくなっちゃうの？それじゃ嫌だよ、渡せない。ああ、あれ、ゲームさんちょっと頼りなさすぎない？ダメですなぁ。お守りくれ。お守り、渡してもらえねえか。嫌だよ、手術がなくなると困るもん。終わった。そっちの話もいいよね。私の話も聞いてもらえる？おう、どう？私にさ、隠してることあるよね。やだ！それは、いや、ここで嘘つくのってもうだって、そもそも聞いてる可能性があるわけじゃない。ねじまから。ここで嘘ついてもしょうがない気すんだよな。ただ、告げなきゃいけないのは、ねじまんとこにいたんだよ、お前っていうことを告げなきゃいけない。それは果たして、知らなかった場合に、知らなくていいことである気もするが、どうなんだ。果たして、どうなんだ。あるかな？この子に及んで、嘘を重ねるのはよくね。それはまあ、こんだけ生きてりゃ、隠し事の一つや二つあるだろう。そっか、そういう逃げ方ね。じゃあ。あー、津軽の太鼓、条件教えとくけど。なで？これね、私に対しての隠し事がバレた相手をそうなの？隠し事がバレた相手を叩き殺す。ってことは、ねじまもなんか隠し事があったのか。つまり私が知ってる事実をあなたが隠した時に呪詛を行使できるんだけど。その上でもう一度聞いてもいい？ああ、なるほどな。それで確認しようってのか。だったら俺もその前に一つ言っておくが、俺の落ち葉なき水、こいつも実は似たような条件持ってたの。俺に対して嘘をついたら、そのタイミングで呪詛を行使できる。え？何それずるい。私に使う気？その呪詛。法人としちゃ許されねえだろうが、
人の親として子供を止めるためには致し方ねえ。私そんなことで素直に言うこと聞くわけないじゃない。俺も使いたかねえよ。お前が嘘つかなきゃいいだけだ。だったらどうぞ。私が嘘なんてついても仕方ないし。じゃあ聞くけど、隠したら今度こそ本当に死ぬからね。私さ、あなたたちの本当の子供じゃないんでしょ。おお。死産だった子供の代わりに都合よく拾われたんでしょ。本当の親が誰なのか言えないからずっと隠してるんだよね。黙ってるのは卑怯じゃない？まあでもあなたに都合が悪いから言えるわけないよね。だって私の本当の親はさっきの。やめ！言いたいことは人だけか。だったら答えは一つだ、よく聞け。お前は正真正銘俺たちの娘だ。それ以上でも以下でもね。この後に及んでまた隠すな。なんでこのバカー、呪詛が発動しておるぞ。うわボス、なんでそんな意地を。グエー、あーそんな、あーやっちゃった。なんで、なんでそこまでして隠すのかな。おい、あやめ、え、なんで、あやめ、うわあボロボロだ。誇れ、何があろうとお前は俺たちのかけがえのない子供だ。なんで生きてるの。ねじまの野郎に何を吹き込まれたか知らねえがよ。お前はシノじゃねえ。アシロなんかでもんねえ。スミ家の長女、スミ、あやめだ。今は遠野だったか、それでもいい。うちも大事なお前の本名だ。何それ、バカじゃないの。真実がそうじゃないってことは呪いが証明してるんだけど。確かによ、一緒に遊んだ思い出は少ねえかもしれねえ。家のことは任せっきりでほぼ何もしてなかったけどよ。それでも仕事中でもどんなにきつい現場にいてもよ、おめえが元気に成長して幸せになることだけをずっと望んできたんだぜ。何言ってるの今さら。だから最後によ、そっちも一つだけ正直に教えてくれや。ここで嘘ついたら道連れだぜ。やめてよ、使わないと思うけどな。技術のために今回の七不思議の呪いを呼び起こした黒幕ってのはお前じゃねえだろ。お前だろとは聞かないんだな。うん、そんなことできないし、白石道夫のお守りを拾ったのもただの偶然だよな。なんなのそれ、さっきもそう言ったじゃん。ああよかった。それが聞けりゃ大丈夫だ。お前はねじまとは違う。無双に逃げなくてもちゃんと自分の足で生きていける。俺をいくら嫌ってもいい。無茶な願いを持つのもいい。ただ、人の道だけは踏み外してくれるなよ。おめえも今回の呪いの被害者なんだ。ひき逃げの件と呪詛行使した分はまだちゃんと償える。逃げんなよ、お前なら絶対やり直せる、できるはずだ。俺の子だからな。それからの人生は達者で生きろよ。お父さん、あーお父さん、バス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 、おいマジかよ、こんな悲しいことになってしまうのかい。同日午後6時18分、遠野あやめの身柄を確保。同時に堤哲夫の死亡も確認された。堤の所持していた呪詛玉5個及び遠野あやめが放棄した3個については、貸入主を失い、放棄したんだね。一時的に霊力が切れたため、その間に回収、黒瀬ゼミオが所持することで簡易的に封印。並びに、
当のあやめの所持していたお守り印も回収され、こちらも黒鼓用に委ねられた。これらにより、今回の事態によって発生し得た呪詛による大量虐殺は未然に防がれた。一個残ってますよ。かに思えた。一個残ってますよ。うん。津軽の太鼓。自身に対する隠し戸が発覚した際、発覚したものを大出しされる。恨みの記憶。ドーンドーンと今宵も響く太鼓の音。いつからであったか。夜ごと聞こえるようになったのは、神屋敷の太鼓だろうか。の宮蔵に火事を知らせる番着代わりの太鼓があるという。しかし、どこからも火の手は見える。なぜ打ち鳴らされているのか。人々は不思議がっていた。そんなある朝見つかった物言わぬムクロ。その顔を見て誰かがつぶやく。浮世絵師の繊細王じゃなかろうか。身を結ばぬままに、おは打ちからして、早数年。今や老いて長屋でその日暮らし、哀れな老人の楽しみといえば、たまに訪ねてくる孫娘に、筆と紙を持たせてやることばかり。そんなある日、孫娘が聞かせてくれた夢語り。呪い、御霊、そして蘇り。聞くや否や目の色変わり、浮き身をやつして筆を走らせ一心不乱に書き続けた。その絵、奇境にして妖艶と見るものを魅了し、たちまちの評判に。果ては女将の御目に留まり、そんな絵先に何があったのか。ボロ切れのような姿を見て人々は眉を潜めながら囁き合った。まるで太鼓で打たれたような無体な様じゃないかと。どういうことなんだ？誰がやったんだ？てか、ここまでやるっていうのは相当だけどな。やってはいけないことだったのか。片刃の足。うん。恨みの記憶。おこまは気立てのいい女だった。ちょいと肝ったわが座ってはいるが、よく働き、つましくも幸せな暮らしが続いている。夫が首をくくるまでは。人々をたぶらかしただって誰が信じるもんか。おこまは夫の濡れ衣を晴らすと腹を決めた。そんな俺にすり寄ってきたのが留蔵であった。おいらでは見たことのない男だ。こいつはおかみの回し者だね。旦那の次は私ってわけか。上等じゃないか。何を探ろうってんだい。おこまは夫を失った哀れな女を装い、横と橋で落ち合っては情報を引き出した。やっぱり、あの人は騙されていたんだ。果ては確信を得ておかみに掛け合うと息巻くおこまに焦ったのは留蔵であった。手玉に取ったかと橋の上で押し問答。しかし、もはやおこまは聞く耳を持たぬ。ここぞとばかりの悪態をつき放題に、ついには堪忍袋のも切れた。血しぶき浴びて我に帰った時には後の祭り。血の海に転がるは片手片足を切り落とされた女の無垢。ああ。これが、陣吉だから、旦那さんになるんだよな。これが止め蔵か。これが止め蔵か。怒りに任せて女を切り捨てた。ね。ああ。咎められて殺されちゃったわけか。なんか、繋がってんだな、すべてがな。なるほどね。エリオ・ジュン。午後8時台。受け継がれたんだけど。え、なんか大丈夫か？エリオ君。怖いぞ、この顔。黒鈴さん、夜遅くまで連れ回してごめんなさいね。まだ見つかってない貸り主がいるのかどうも気になって。あ、はい。私なら大丈夫です。この仕事の主戦場は夜なので。やっこちゃんは自宅まで送ってもらいました？うん。さっきパトカーで送ってもらったよ。最後まで見届けるんだってだいぶ暴れてたみたいだけど。ありがとうございます。レイヤー祭の影響も出てきて危険なので。まだどっかにいるのか？あ、ナメドリ。あー。なんだこれは。赤聖印インコ。バットを持って口に加えて。まだなんかあるのか？夜8時にしては出歩いている人も少なく、周囲はもの静かな雰囲気だ。昨日今日でこの付近に事件が多いから、みんな夜は出歩きたくないのだろう。うん。夕方にいろいろあったけど、まだ終わりじゃない。まだ、置いてけぼりの貸し主が、見つからないままだし、それにこの呪い自体を止めなければ。におっちゃん。あ、何？ん？どうかしたの？今度は、エリオ刑事に？え？何？何の話？やだ！怖い！
なに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 、やめて。みおちゃん、変なこと言うのやめて。残る呪詛玉、置いてけぼりや黒幕が何者か気になるけど、その心配をなくすためにも、まずはそっちだよね。二つのお守りはどうだった？六名簿、インド書のありかは分かった？はい、どうにか。お守りの中身を二つ掛け合わせると、解除できる封印が掛けられていました。中身の板切れみたいなものは封印によって小さく折りたたまれた状態の書物。なるほど。なんと、お守りの中身が書物そのものだったのか。じゃあそれがインド書ってわけか？内容はどうだった？ですが、まだその書を開くためにはもう一つ封印を解かないといけないようで。それに手こずっているので、ちょっと手伝ってもらいたいんですけれども。お、なるほど。封印の解除ね、OK。俺何ができるかわからないけど、任せて。まさかの快諾、なぜか頼もしい。ですね。書物には、5種類のお札が貼られていて封印されて、5種類。それを正しい順番で剥がせばいいみたいです。正しい順番。お札の種類は、船、提灯、椎の葉、太鼓、足の方。死んだ順ってことかな。5つの札を正しい順番でか。これもし間違えたらドカンといくやつ。やり直しになるだけ、さっき試しました。もう試してたのか。果敢だね。技術のための呪いが解き放たれた状態でないと解除できないような仕掛けだと思うので、今回の呪いに関係するものにヒントが隠されてると思うんですけど。じゃあ覚悟ができたら行ってください。なるほどね。厳重なんだな。まあ。うな、ちょうちん、しのは、太鼓、足の方。置いてけぼりがいつかってちょっとむずいよな。ちょうちん。アンドンよりも前に首をくくっているから、足、アンドン、これは間違いないな。置いてけぼりのタイミングマジでわかんないんだけど。でもまあ帰ってこないわけだから、落ち葉、足の後、じゃないかな。津軽の太鼓がいつか、かな。津軽の太鼓。孫娘に聞かせてもらった。一番最初なのかな？津軽の太鼓って。ことの始まりである可能性あるだ。太鼓落ち葉、足、置いてけぼり、提灯。この並びなんじゃないか。と思いますが、いかがでしょうか。お札を剥がす。太鼓、落ち葉なき死、片刃の足、置いてけぼり、提灯。どないや！よーし！正解です。解除できました。しかも一発で成功するなんてさすがです。これがエリートの力なんですね。いやー、いや、そんな。ふふ、ざっとこんなもんかな。だから任せなさいと言ったじゃないか。さて、これで中身が読めます。よーし。6名もいんのっしょ。対処法ね。吉見はじめと白石道長が持っていた2つのお守りとして現代に残されていた本所事変の一部始終が記されており、聖魔の手で次のことが書かれている。後世に事変の恩害、縁害による災いが起きた時のためにこの書を残す。災いを沈めるとする者は以下の3つのものを人所に揃えよう。我が下女の術が発動し、秘術の呪詛も全て払い消し去る者なり。我が魂、それすなわち我が呪霊なり。津軽の太鼓かな。我が慈悲、それすなわちこの時代に生きし我が血統の者なり。我が精神、それすなわちこの聖満自身の意識なり。これを一つ揃えるの？ちょっと本所事変も見てみるか。江戸時代後期。本所の長屋で暮らす一家がいた。根付職人の陣吉とその妻の駒と娘の時、貧しいながらも真面目に明るく暮らしていた一家はある日、気だるな男と出会う。男は今日から来た小文字で、なんとかと名乗った。何者かから逃げ、命からがらここまでたどり着いたが、ついに体を壊し、手持ちの銭もつけてしまった。かくまうことにした。
神吉一家の親身な世話により一命を取り留めた男、出立の際に礼をしたい側に金銭に変えられるものは何もないと前置きした上で、誰かを蘇らせたいものはと尋ねる。彼は本名を土帝正満といい、正当な陰陽人の血族であり、幻だった蘇りの秘密を研究していた男。ああ、そうか。津軽の太鼓のあのじいさんは関係ないのか。なるほど。近畿の秘術を復活させた罪で、一族から追放されることだったが逃亡中。匿名簿に記した。再婚必要。神吉一家のためなら秘術を使ってみと考えていた。なるほど。誰かを犠牲にするなんてとんでもねえ。俺たちは見返りを求めてて、助けたわけじゃねえんだから、だって気にするな。テーマは、長屋を去った。ああ、そこで千歳王。だから別人なのか。千歳王がその話を聞いてしまう。で、娘さんに、蘇りの秘術の話を聞いた。一心不乱に浮世絵を。神吉は、それを、根付を売って回って、小話を売りさばき、大いに繁盛した。なるほどね。まあ、呪いに乗っかったよっていうことではあるんだな。あの男もいい置き土産をしてくれなと喜ぶ神吉。それが悲劇を招く。千歳王は凄惨な仕打ちに遭う。千歳王をダブる女こそ聖魔を追っていた足の。なるほどね。聖魔が蘇る秘術を研究するようにそそのかした当に。己の美貌を永遠に保つために秘術を持ちようと企んでいた。なるほど。で、制裁を捉えた。蘇るの秘術の話をどこで聞いたか吐くがいい。それで家族に伝わってしまうわけか。はいはい。拷問の末、足野は神吉一家六名簿の存在を知る。家老は神吉を知ったてると拷問する。聖魔の居場所六名簿の在りかを吐かせるため。うん。絶対教える。かたくなに口を閉ざしたまま命を落とす。で、まあ、そういう罪だよということで、落ち葉な騎士の誕生。津軽の太鼓落ち葉な騎士が誕生する。で、まあ、妄言だったかと興味を失い、家老の工作を目撃していた踊り子が触れ回ったことで。で、今度はじゃあその踊り子を仕留める。なるほど。だから、太鼓落ち葉と来て、その後に、若林が誕生するんだ。聞いてしまったってことだね。取引した。作れ話だったよと不意調して回る。で、舞台に立ったけど口封じのために殺されてしまう。はい。で、ここで、この奥さんが出てくるわけだ。で、留蔵と出会って殺されてしまう。これで、片刃の足が誕生する。その後、これで、置いてけぼりになるんだね。娘さんが亡くなってしまう。一向に聖魔の居所がつかめず苛立った足野は、役立たずの家老の屋敷に火を放ち、奮殺する。おいおい。送り提灯が聖魔か。なるほど。これか。なるほど。で、送り表紙、置いてけぼりの後、表紙に。実はここまでは、関係者には、足野によって呪いがかけられており、その死に方によって、魂は再婚として集められていた。六名簿さえあれば、秘術が使える。ただならぬものを感じ、戻ってきた聖満。神吉一家の非業の死を知り、同国。足野の仕業であると気づく。大恩寺もして退治。夜明けまで続いた壮絶な砲術合戦。知らぬ者には不気味に乱れ飛ぶ鬼火の瞬きに見えたという。戦いの末、足野が聖魔を倒し、六名簿を奪う。その時すでに自慢の足に呪いをかけられていた。なるほど。足野は呪いで汚れ、醜く立たれた足を引きずり、近くの旗本屋敷に煮込むと足を払えと、怨嗟の声でわめき散らした。足野はそのまま苦しみながら死んでいったが、深手を負った聖魔もまた無念を抱えながら本寺をして生き返った。足野の後に聖満。この魂なのがそうなんだ。だこれが聖満の記憶なのか。後悔の根にまみれていた。なるほどね。すべて失ってしまった。恩を仇で返した。来世に望みを託せるだろうか。なるほどね。足洗いの後、
送り提灯。で、死んだはずの聖魔を蘇った。万が一のためにと対決前にあらかじめ施しておいた呪術的には十分な再婚が集まり、秘術が発動。自身の探求心が悲劇を起こしたと責任を感じるとともに、蘇りの秘術がなぜ禁忌の術として扱われていたのかを痛感。封印せねばならないと決意。はいはいはい。ただ、封じるべき6名はすでに行方知れず、人気師の作った根付け9つに残った再婚を貯めて宝具とし、何者かが蘇りの秘術の術式を発動させようとしたときに、連動して発動する仕掛けを本所の土地に封じ込めた。なるほど。その一方で、町の人々はこの一連の出来事についてたたりを恐れ口を閉ざしたが、それでも稀有な事件であるため、どうしても口の歯に上がることはあり、おぼろげな形で語り継がれていった伝承はやがて本庄七不思議と呼ばれることになった。なるほど。ふむ、これは何が書かれてるんだい？まず、江戸時代の本庄で起きた蘇りの秘術をめぐる惨事の顛末。本庄事変と呼ばれる内容の一部始終が明らかになりました。本庄七不思議とその呪いの元になった出来事ってやつだっけ？はい。今回の呪詠はこの事件による犠牲者の無念が呪いになったものですが、この内容は答え合わせみたいなもので今すぐ必要な情報ではなさそうです。なるほど。他にも書かれてるの？こちらが私たちの求めてた情報ですね。後世に事変の縁側による災いが起きた時のためにこの書を残すとあります。ほう、すごいね。予測してたんだ。で、その続き。三つを揃える。そうすると下条が発動するよ。魂。これが、送り提灯のこと。写し見。これがだから生まれ変わり。福永陽子さんなのかな？沖江翔吾くんもでもなんかすごい持ってるみたいな話してたよね。どっちかだな。ちょっとわからん。聖魔自身の意識。それって呪詠を持てってことじゃないのかな？この三つのものを一箇所に集めれば、テーマの下女の術が発動して、呪詛も秘術も全部打ち消してくれるみたいです。それだよ！まさにそれを求めていた。テーマの魂と体と精神の三つってことですけど、魂は、テーマの呪詠と書かれてますね。呪詠？七種類の中にテーマ自身のものが混じってるってこと？そういえば確か荒石先生もそのようなこと言ってました。もう一つヒントが書かれてます。我が呪詠は我が呪詛を持つ。我が呪詛とは、頭主を滅するものなり。だそうです。我が呪詠は我が呪詛を持つ。それがヒントなわけか。よく調べればわかるかな。でももう頭主もいないのに、呪詠は現れるでしょうかね。それから、うつしみは、聖魔の血を引く人みたいですけど、確か、よしみがその聖魔って人の血筋だったんだよね。あとは、お守りを持っていた白石道夫か。どちらも今回の呪いが解き放たれた時にはすでにこの世にいないですね。こっくりさんやるしかないんじゃない？なんてこった！どうすりゃいいんだ！他にもいないですかね？血統はいくつも分かれたようなので。これにも補足がありました。どれどれ？うつしみは我が血を受けし者でも特に強い霊感を持つ者が望ましい。我が血により霊感が強い者であれば、霊に取り憑かれようとも逆にその霊の制御を自ら奪えるほどであろう。すごいね。だそうです。こんな人いたっけ？私もそういうことができる人に心当たりはないです。一応次も見ておきます。あとは精神。魂と精神って別物なの？霊的に人間は魂、肉体、精神の3つから構成されていると言われてまして。精神とはつまり霊体の中の意識だとか自我とも言われている部分で、自動車で例えるなら肉体が車体、魂が制御システムだとすると、精神は運転手です。なるほど。わかったような。で、これを探すヒントはある？ですね。我が精神は蘇りの秘術の術式が彼の地で発動した際に呼び覚ませるであろう。ここに来て、わってなった時に、わってなった人ってことか。沖江くんだな、そうなったら。聖魔は蘇りの秘術を封じようとした、沖江くん死んでねえか。この流れって沖江くん死んでる流れなんだが。あれま。六名簿を足野に奪われて、それ自体を封じることができなかったので、もし術式を発動させた場合の対策として、自分の精神が封印から解き放たれるよう仕込んでいたようですね。つまり、聖魔の精神は、秘術が発動した昨晩に現れてすでにどこかの誰かに取り付いているはずなんです。なんと！その人も一緒に集めればいいってことでしょうか。よし、
樹影と末裔の人物と聖魔に取り憑かれた人物を今から探して集めればいいわけだな。でももしかするとこの後ろの二つは同一人物で済むのかも。え、それは誰が。これヤッコちゃんに取り憑いていた白石さんが記憶をなくしてたのと同じで、聖魔の意識は自分が聖魔であることに気づいてないだけで、この事実を知ればおのずと動いてくれるのでは。するとその人はすでに。待ってください、誰かこっち来ます。え、あ、ちょっと失礼します。来たー。あの、私がさっき飲んでたジュースの空き缶も1万円で買い取りませんか。え、今ならフライドチキンの骨も一緒についてくるのでお得ですよ。いや、その間に合ってます。そんなこと言わずに、さあさあ、美味しいですよ。現れたな、とうとう福永陽子。前が聖魔なのか。今からこの場所でお花見しようと思ってるんですけど、一緒にどうですか。いや、あの、こういう場合どうすれば。これ閉まるほどのことじゃないし、相手してても仕方がない。場所移そうか。あ、置いてけぼりだよ。ごめんなさい、取り組み中なので失礼します。あ、うわー、え、ガハ、ゴフ、うー、なんだ苦しい。うわー、置いてけぼりだー。よー、生きてたんけー。あー、終わっちゃったー。なんだよー、回避不能だったんだが。回避する術はあったんですか。置いてけぼり強えなー。ああ、終わってもった。お疲れ様でございました。ありがとうございました。これにて、あれ、本庄七不思議に忘れ物語終了。終わっちゃったけど。そうなんだ。いやいや、まさかこのような結末になってしまうとは。誰ながら黒幕と呼ばれる人物の方が一枚上手だったようですね。証拠も残さず隠れ続けていた彼女を止める方法はおそらくないでしょう。そうなの？ただもしこの結末がお気に召さないのであれば、あなた様の手で違う道を開いてみてくださいませ。一度やっておりますから、やり方はもうお分かりでしょう。それでは私はこれで失礼しまーす。以上、案内人でございました。こいつ聖魔なのかな？終わった。これで終わり？どうすりゃいいんだ？なんでここだけついてんのかな、針が。なんかあんのか、最終手段。最終手段でこれ多分もう一個あるんだな、多分な。あやめちゃんがシギマハルエを狙うみたいなのがあるんじゃないか。なんか、嘘をついたらじゃないな。隠されたことになったら、どんどん、どんどんって太鼓打たれるわけだから、認めないにしたら いける、そのエンディングがあんのかな。フガルの太鼓とは、ここでいいえを選択すると多分呪詛が発動するはず。違うわよ。あ、それです。あー、どん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 、ママと言っちゃいましたね。ボコボコタイム始まりです。やめろよ、ボコボコタイムやめて。あー、痛い、やめろー。残念ながらもう死んでますね。なんと、なんということだ。おばあ様の呪詛玉いただいておきますね。わあ、なるほど。送り表示の条件は着火器具か。危なかったな。さてと、探偵さんはどうします。ぐ、あなたはカシリン衆じゃないので別に見逃してあげてもいいんですけど、私を捕まえようとするならそういうわけにもいかなくなりますね。どっちにしますか。あいつの条件が確定できてない。仮説で動くのは危険か。あの、依頼主はもう死んでるわけですし、探偵がわざわざ私を捕まえる理由はないですよね。市民の務めとして君を通報することはできるが。びっくり、まさ、今更正義の味方気取りですか。そっちも最高の溜まった呪詛玉奪おうとしてたくせに。あ、特に言い返すこともないようなので、私はこれで失礼しますね。悲しい結末になってしまった。走り主であったシギマ・ハルエを呪い殺したことで、当のアヤメの持つ全ての呪詛玉の最高の合計を 100% 超えた。はい。
しかし遠い過去に死んだ人物を蘇らすにはより多くの再婚が必要。そうなんだ。彼女の願いを叶えるためにはまだまだ再婚が足りなかったようだ。なので完全に日が暮れ、霊夜祭の効果が高まるのを待った後、彼女は根島文親から奪った片刃の足の呪詛だもん。結構むちゃくちゃな女の子だったな。どうでもいいと思う人物から順に呪いで殺していった。片刃の足の呪いの条件。はい。その多くはこれまでに女子大生という肩書きにホイホイ寄ってきた大勢の男性たちであったが、被害者の中には堤哲夫も含まれており、しかも貸し主ということで早々に手にかけていたため、捜索チームが混乱し、彼女を取り逃すことになったのだという。それから、各所から名簿や電話帳を手に入れ、個人情報を知った人物を片っ端から呪いで殺し、自宅にいると何もないのに突然手足を曲がれて死ぬという怪奇現象が全国各地で多発し、社会を震撼させることとなった。恐ろしすぎらーね。蘇らせられたの結局、それで。それからしばらくして怪奇現象が収まってきた頃、現代に彗星のごとく現れた天才浮世絵女性画家が話題になる。この人物は謎の画境女子を名乗り、次々に優れた作品を発表、瞬く間に名声を上げていった。この技能はまさに葛飾北斎が現代に蘇ったようだと高い評価を得て、歴史に名を残すことになったという。蘇らせたのかな、塔のあやめの本会。で、なんかそのゴーストじゃないけど、そういうことをやってもらってるってことか。あ、これで分岐が全部消えた。なんかさ、俺どっかでなんか、ふよふよと漂う霊魂を見た気がするんだよな。で、あそこで、沖江翔吾くんが、力に目覚めてるってことなんじゃないか。呪影の、違うかな。ようこさん？あ、いや、ようこさんもう死んでる？あ、ようこさん死んでる！ようこさん死んどるな。わあ！またびっくりしちゃった。なんか浮いてるところがあったのは、弓岡と話すときか。これだ！これ。何かが浮いてるような、あれ見れないのか、これ何なんだろう。あ、あ、近づいてきてる、近づいてきてるよ。鬼火のようだが、これあれだ。いや、もう呪影だわ、これ。これだ、まんまこれじゃん。なるほど、いたな。だから、聖満なんだ。これ。触れに行く。え？俺はあれに触れなければいけないのか？割れるの？あ、近づいてる。ああ、もうそこだよ。どうなっちゃうの？あ？え？新たな分岐ルートが。どういうこっちゃ。こっからまた何か始まるってことなのかな。新しいルートっていうことになるのかな。こっからまたじゃあずーっとなんか最後まで何かやっていけるのか。沖江翔吾、久しぶりに出てきたな、沖江くん。土味方聖魔の魂、肉体、精神が揃ったところにこれは現れる。ここに劇場の術は発動し、秘術も呪いも全てが払われ。引き去られる。はい。お？なんと。こいつ、古旗っぽいな、なんかな。ついにここまでたどり着きましたか。さすがでございます。古旗っぽいな、この人、なんか、立ち振る舞いが。すべてを、解き明かしたということですね。とはいえ、偶然の可能性もございますので。
これより先ご案内する前に一応伺いさせてください。死に方セーバーの魂、肉体、精神、それが一体何だったのか。まずは死に方セーバーの魂とはどの呪霊のことでしょうか。これはですね、これは間違いがなく、間違いなく送り提灯のことでございますね。それは送り提灯です。その通りでございます。本所事変にて足元の対決で敗れた聖満が法恩寺付近をさまよっておりました。その後に残された伝説によって呪霊の姿形は変わっていくわけです。こちらは本来長座前に取り付いた呪霊ですが、聖満の肉体と意識に呼ばれ一時的にあの場に現れていたのです。では次に参りましょう。シムカと聖魔の肉体たる写し身、すなわち血を強く継いだ末裔とはどなたでしたか。これは沖家将、あ、沖家将軍、これかな。5合ってる。 OK、 沖家将軍、こちらも正解でございます。沖江翔吾は一般家庭の出身ですが、遠い先祖の血が覚醒で強く現れたそうです。これが実は福永陽子もの、ああそうなのだ、そうなのだ。彼女はまた遠い祖先になって、アシドの血が覚醒で、そうなんだ、覚醒で、セーマンとアシド、まさに数百年越しに運命が引き寄せた二人だったわけです。なるほどね。さて、それでは最後の問いです。ツシムカとセイマの精神、意識とはズバリ、どなたのことでしょうか。名前でお答えください。ツシムカとセイマの意識、ツシムカとセイマの精神、意識とはズバリ、どなたのことでしょうか。ツシムカとセイマの精神、意識。あ、セイマの精神、意識はどなたのことか。我が精神、すなわちこの聖満自身の意識なり。我が精神、我が精神、それすなわちこの聖満自身の意識。なんか精神だの意識だのがうんずるくんずる、こういうことですよって、なんかさっきみおちゃん教えてくれてたな。霊体の中、意識とか自我とか言われてる部分、肉体が車体、魂が制御だと、精神は運転手に当たります。精神は運転手、操作する人か、プレイヤーってことなのかな。俺か、俺のことか。精神は蘇る秘術の術式が彼の地で発動した際に呼び覚まされるである。ああ。セーマンの精神は術式が発動した昨晩に現れて、すでにどこかの誰かに取り付いているはず。なるほど。ちょっと待てよ。これ、俺で、セーマンの意識は俺で、ミオちゃんがさ、チャプターが始まるときに、次はあなたですかみたいなこと言ってなかった。今俺はエリオになっていて、あ、今度はエリオ刑事に、俺がさっきのさっきまでは堤哲夫にいたけど、今エリオを操作する側になってるから、エリオについてるっていうことになってるんだ。動いてるんだ、だから俺が。それはミオちゃんには見えてるんだ、誰かがついてるなみたいな。俺が聖満、俺が聖満なのか、俺は聖満だったのか。皆さん、はじめまして。三人称の聖満です。よろしくお願いします。多分そういうことだな。何にした、鉄塔でいいのかな。ほうほう、なるほど、鉄塔でございますか。それはつまり、あなた様自身ということになりますが、よろしいのですね。よろしいですよ。その通りでございます。
ようやく思い出していただけたようですね。そう、あなた様は、蘇りの秘術と呪いが呼び起こされたことにより、封印から目覚めた、セーマンの意識だったのです。なんだってしかし目覚めたあなた様は記憶を失い、己で課した使命を忘れてしまっておりました。そこで僭越ながらこうして私が導かせていただきました。あなた誰なの？安倍の生命？意識のみの存在であるあなた様が、ストーリーチャートによって、ストーリーチャートっていうのよ。時間と空間、そして取り付かえ手を移り変えていったことで、そして取り付いた相手の行動を密かにコマンドを使って制御していったことで、今回対処すべき事態の全貌を把握することができたのではないかと思います。ただ、さすがですね。あなた様は無意識のうちに自らの使命を思い出しておりました。今回の黒幕は、秘術と呪いを呼び覚ました足の末裔福永陽子だったわけですが、彼女を倒すことができるときにきちんと無意識に己の呪詛を発動させておりましたね。まさか、彼女も呪いと一緒に聖魔の意識が目覚めるなど、思ってもみなかったでしょう。実際彼女を倒して止めるにはあのタイミングしかなかったわけですから。なるほどなぁ。ああ、ただし一度は、あなた様が大きい証拠の強い意志に影響され、彼女を蘇らせてしまうところでしたが、ストーリーチャートを使って彼女が知らなかったことにすることが、あたかも秘密であるかのように誘導させていただきました。実際、黒幕を倒さなかった場合の顛末まで見ておいたおかげで、このように呪いの解除方法までたどり着くことができたわけです。これに気づけば今まで不可解だった点も明確になってくるのではないでしょうか。例えば、大きい衣装が主導権をあなた様が持っている間も、呪詛行使を自分の意思で発動させました。序盤でお伺いした、大きい衣装が何人殺したのかの問いはそういう意味だったわけでございます。あなた様が呪詛行使をしなかった場合に、大きい衣装が行動を奪い行使していたというわけです。また、調査前があなた様の見聞きした情報を伝え聞くことができたのも、送り提灯の呪縁に取り憑かれていたため、その呪縁を通して聞こえたのでしょう。福永陽子。実は現代に生きる陰陽師の末裔で、江戸時代の本所にて呼び金の秘術を奪おうとした足野の遠い子孫。生まれながらに高い霊感を持っていた陽子はそのルーツを調べていくうちに自分の祖先のことを知るが何も伝承されず凡庸な家系へと凋落していたことに落胆する。自身の能力を生かし今の時代に術師へのとしての力を示すことでお家復興を果たそうと足野が達成できなかった近畿の蘇りの秘術を復活させようと考えた。陽子は修行で高い霊力や呪力を身につけさらに秘術の手がかりとなる六名盆を見つけ出すと大量の細根を一気に集めるために大規模な霊野祭で本所七不思議の呪いを呼び起こす計画を立てる。さらに、秘術で足野を現世に蘇らせることを目論んでいた。呪いは人々から認知され恐れられることの効果を増すため、まずは、動かしやすそうな郷土史研究家に六名簿を預け噂を広めさせることにした。大根を集める役として、秘術に理解が深そうな犯罪者として根島文親にもコンタクトを取る。呪詛玉を得るように仕向けた。図らずも根島は秘術と足野の話を痛く気に入り蘇らせることについても快諾。またその過程で今回の計画を目明かされる危険のある陰の将の存在を知り、事前に手中に収めておくため、荒石に渡した六名簿にその存在について追記した。調査の末、吉見一が聖魔の末裔であることを発見、呪いで脅して、陰の将の所在について口を割らせようとするも彼の強い意志により失敗。聖魔の末裔であるため、そのまま念のため自殺した。いよいよ、霊野祭を実施するあたり、呪詛玉を集めるには貸主である必要があるため、陽子自身も害の少なそうな置いてけぼりの呪詛玉を入手。同じく、聖魔の末裔である沖江翔吾も危険因子として事前にコンタクトを取って近くに置き、監視をしていたが、呪いが呼び起こされると同時に沖江の中に聖魔の戦士が目覚める仕掛けのことは知らず、現れた聖魔によって即座に呪い殺されることになり、彼女の計画は未然に阻止された。へー、そういうことなのか。なるほど。さて、ここで最後に一つお尋ねいたします。もし今のあなた様が命を一つ蘇らせることができるとしたら、どうしたいですか？俺が？まあ、いろいろと考えちゃうけど、例えばじゃあこの物語の中で誰かを蘇らせたい。亡くなってる人いっぱいいるね。
堤さん死んじゃったね。周一くん死んじゃったね。吉見はじめさんも死んじゃったね。白石道夫さんも死んじゃったね。誰かをって選べないよな。そらまあ、堤さんが一番悲しいけど。長く物語見てきた分、堤さん悲しいけど、でも堤さんは自分の意志で死んでいる。狙っていったという考えられるわけで、周一くんなのかな、重間春江さんのことを思うととも思うけど。でもな、俺はないな。少なくとも、この私、セーマンには、蘇らしたい人物はいない。まあ他の人に、託すかな。ほうほう、なるほど、なるほど。最初に心を訪れた時から変化はないようですね。さすが一貫しております。セーマン様のご意志はそのようなものでしたか。それではそろそろ、締めのお時間でございます。あなた様がここまでたどり着いた時点で、下女の術は発動、秘術も呪いも消え去っております。最後にその様子を見届けていただいて、我々はこの世界を去ることにしましょう。あ、そうか。ここからスタートになってるから、堤さんも大丈夫だし、なんなら呪いにまつわる云々ってのはなくなってることになってるのかな。うむ。どうなったんだろう。この度は長らくのお勤め、本当にお疲れ様でございました。沖家正吾、午前1時台。生きてる！はっ！なんてことだ、そうだったのか。あ、死んでる！今ようやく理解できた。そうか、陽子さんは俺がやったのか。正確には、俺に流れている陰陽師の血が意識に入って与えた呪詛だった。術式が発動した、蘇りの秘術に、そして呼び起こされた本庄七不思議の呪いと霊野祭。すべてを止めるために、今ここで彼女の息の根ごと止めるしかなかった。そうしないと、下女の術も打ち消されていた可能性がある。今となってはどこまでが彼女の意思でやったことなのかはわからないが、陽子さん。最初に運命を感じた気がしたのは、そういうことだったのか。彼女もそこまでは気づいていなかったようだけど、俺たちは、出会ってしまった以上はこういう結末しかなかったのだろうか。もっと違う形で出会えていたら。いや、今更考えても仕方ないか。ああ、とことん、飲みてえ気分だーなー今夜は、モスコミュールでも浴びるほど飲もう。モスコミュールだと何なんだっけ？なんかあったな、忘れたけど。やっちまったってことか。シギマハルエ午前0時台。どうかしたのかい、マダム。ああ。夢を見ていたみたい。蘇りの秘術が本当にあったっていう、夢の話。残念ながらそんなものはないよ。そうよね。ただ、そんな術はなくとも、誘拐事件の真相は必ず僕が必ず突き止めよう。それというのも、なんと一年越しに重要な手がかりを見つけたからだ。これまで謎に包まれていた誘拐現場の目撃情報だと言っていい。まあ。堤哲夫、午前1時台。これ白石さんどうなってんのかな？行へおい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 、救急隊から連絡ってきてみろ。なんだこいつは。おい、ほいほい。旧安田庭園での吉見の変死事件を調べていたら、吉見さんは死んだ後なんだな。府内で別の公園でまた変死体、これは関係があるんでしょうか。状況は似てるが、それだけじゃの。すいません、被害者の所持品にこんなものがありましたけど、何ですか。寝付けか。なんだこりゃ。ボス、被害者の女性が持っていたアドレス帳に、吉見はじめの連絡先と写真が入っていたようです。なんだと？しかもその吉見の写真ですが、バツ印とか怪しげな模様が書き込まれていて、心臓部分には釘のような穴が開いてました。呪ってんな。なに？こういうのってもしかして、呪いの類で、呪いとかの類でしょうか？
だからすぐそうやってオカルトに結びつけようとするんじゃねえよ。そう、やっぱり中越案件か。何ですかボス。なんでもね、写真は証拠品として押収しとけ。間違いなく吉見の件と関係ありだ。慎重に調査を進めろ。俺はちょっと連絡してくろ。わかりました。ここは俺に任せて存分に連絡してきてください。高崎薬庫、午前1時台。ほっくりさんか。みおちゃん、やっぱりみちおちゃんは事故みたいだよ。うん、うまく問いかければもう少し情報得られるかもね。さすがによみがえりの手術はなさそうだったけど、でも思ってたよりも事情に詳しい例が来てくれた感じだね。はい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 。ここで銃影が発動するんだもんな。あ、そうなんだ。なんだ何も起きない。これまでは契約が、なんてこった。やはりこんな6名簿なんて信じるじゃなかったよ。なんだったんだこいつは。荒石先生。遠い遠いあなたたちへ。どんな世界にもいかなる時代にも蘇りの秘術なんてありはしない。だから今そこにある命を携え、ただ一歩一歩踏みしめていってほしい。おい、悪そうな奴がいるの。できた、岩井が出てきたぞ。任意同行かけるか。いや待て、エリオ、家宅捜索できる証拠が欲しい。少し泳がせよ。追跡してくる。あいつが誘拐犯？なるほど、生きてるんだな、まだな。お、波太郎。そうです、僕がやりました。だから助けてください。白石さんを引いちゃったよってことを自白してるのか。あいつがいつも僕の周りに、あーあーあー、ごめんよみちおちゃん、私何も知らなかったよ。なるほどね、その事実を知った時か。あ、なんだって、はじめは福永陽子ってやつに。どういうことだい、あいつがそんな簡単にやられるタモじゃないのはあんたらも知ってるだろう。そうなんですよね、ボスもなんか隠しているようで。うん、どうやらはじめの家系に秘密がありそうだね。ちょっと探ってみよう。任せておいてくれたまえ。なるほど、そうやって遠回りで真相にたどり着いていくんだ。お前は今日は欠勤と聞いていましたが、わざわざ何の用ですかな。いや、ふとしたことで霊感ってやつに目覚めちゃったんだけど、そしたらうちの会長様が目に余るようになったもので忠告をね。はいはいはい。止められるのかな。連絡くらいよこせ、水くせえな。祝いに聞くまで知らなかったぜ。いや悪いな、愛しの堤警部をすっかり忘れちまってたぜ。何を企んでやがる。こんな人聞きの悪いこと。俺はただのしがない一公務員、足宮誠ですぜ。そっちこそどうなんだ、娘とは仲良くやってんのかよ。ああ、事件を起こさないってことなのか。これまあ、ぼちぼちってとこだな。よみがえりの秘術ってものがなくなると、こんなにもつきものが落ちたようになるんだな、みんな。ここまでだから、よみがえりの秘術ってものの魅力、魅惑、大きいんだな。これで終わりなのかな。全ての物語が終わって、要はまあなかったことにはなってない。そうか、そうだよね。吉見始めをやったのが陽子さんであったし、波太郎が白石道夫さんを引き殺したのは間違いない。だから、お守りは、じゃあ、そうなると、当のあやめが持ってるってことなのか？そこまでは変わらないのかな？当のあやめが波太郎といた理由っていうのは、
別に特にあれなのかな。ここでは呪いが発動してるわけじゃないから、蘇りの手術のことも知らないだろうし、足野であるということもまた分かってない。だから蘇りの手術の顛末発生前に動いていた人物、起こっていた事件は変わらない。そこだけは覆ることがないんだな。だからはじめちゃんも死んじゃってるし、白石道夫さんも死んじゃってる。ただ先生は城之内くんはだから多分生きてるんだろうな。呪いが発動してないから、だからあいつどうにかしないといけないよね。それはどうなってるんだろうな。ここでは描かれてないけど、ただまあやっこちゃんが真相に気づいているわけだから、この流れで多分城之内くんも罪に問われているであろう。堤さんと一緒に動いてたしね。多分大丈夫だとは思うけどな。いや、なんかまだまだいろいろ考える余地がいっぱいありそうな気するな。すべての物語が見られているんだろうか。見られていると信じたいところだが。終。あ、終わった。ストーリーをコンプリートしたっていうものが出たので、なるほど。終わりですね。ここの時点で、バッと切れるんだ。ん？なんだこれ？ファイル 23？ 最後までプレイしていただき誠にありがとうございました。また新たなパラノマサイトをご披露できる日を心より楽しみにしております。中越。あー、なるほど。じゃあ、あれか。この案内人って中越なのかな。自ら動くというよりは、動いてもらって、物事を解決するみたいなタイプの人とか、そういうことかな。なのかもな。いや、あとさ、塔のあやめが、やっぱりちょっとなんか気になるんだよな。一緒に車に乗っていて、白石道夫を聞いてしまったっていうところまでは、確実、これは事実なわけでしょ？逃げようって言ったのも塔のあやめか。まあでも、そんぐらいはするか。塔のあやめは、一応は罪を犯していることになるのかな。で、お守り自体は結局、白石道は持ってるわけだよね。そこは変わんないわけだ。正満の子孫、末裔であることは変わんないわけだよね。お守りを持っていったところも事実なのかな。でも指紋がついてたからっていう話だったな。で、捨てられずに今でも持ってるのかな。まあ、それはちょっとわかんないか。偶然か。まあまあ、仲ないか。いや、なんかこう、足の、の末裔で、足野の意識みたいなものが多少なりともあるんだったら、ひょっとしたら、お守りに対して何らかの持ってなきゃいけないみたいなぐらいは働いて、持ってたみたいなところはちょっとあるかもな。だからちょっとまだわかんないんだよね。塔のあやめがどうだったのかっていうのは本当にわかんない部分なんだな。まあでも、やっぱり思うことは、結局のところ、力を持ってしまった時点で、いくつもの分岐がまああるように、それを行使して人を殺めてしまう可能性っていうのは、本当に誰しも秘めてるんだな。ってことだよね。沖家くんもそうだし、シギマハルエさんもそう、東野あやめさんもそう。力を使って人を殺めてまでも誰かを復活させることができる。蘇りの秘術を、が本当に、あるんだっていう、その魅力、魔力には抗うのは難しいってことなんだよね。まあ、いい人っていうのはいないっていう言い方はちょっとあるけど、もちろん使ってない人もいるわけで、堤哲夫とかね、長澤舞さんもそうだし、やっこちゃんもまあまあ自分では意思では使ってないと俺思う。でもまあ使いうる可能性がある人も当然いるわけで、まあ、何が正しいとかそういうことではないよね。だからね、逆に言うと使わなかったことが正しいとか、使ったから間違っている。まあ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 、倫理的にはそうなのかもしれんけど。責められることなのかっていうと、
というわけで、パラノマサイトファイル23本じゃない不思議、おそらくこれで一応全部の終わりということになるのでしょう。いやー、もうめちゃくちゃ面白かったですね。本当によく作られてるし、なんだろうな、読み物としてももう楽しかったっていうのあるんだけど、なんか所々に施されたギミック仕掛けみたいなのも面白かったね。ボリュームを云々するとかそういうのも良かったし、あとはその本庄の物語がめちゃくちゃ面白かったかな。いわゆる読み物としてのなんていうのかな、過去にあった本庄七不思議の物語っていうのがすごい面白かった。本庄七不思議をね描いた作品は結構あって、宮部みゆきさんとかね、不思議造詞とかで書いてるから、それもまあ面白いんだけど、いやー、久しぶりにこうやりごたえのあるというか、噛みごたえのある作品に出会いましたね。なんかまたやりたいなー、このキャラクター全員が出なくてもいいから、なんかみおちゃんとか中越案件、中越さんとか、そういうところのうんぬんとか、あるいは探偵のね、プロ探にまつわる何かお話とか、そういうのもあったら面白そうだよね。なんかいろんなこう分岐していきそうな物語でありますが、ファイル23っていうのもね、何なんだろうね、23区と関係があるのかな、なんか東京の、だから一個ずつにそういう区ごとになんかあったりするのかな、わかんないけど、まあまたぜひね、こういうのがあったらやってみたいと思います。非常に面白いゲームでした。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。